はい、どうも、ショイティビです。りょうへいです。そしてこんにちは、こんばんは、ごはんちゃんのあやです。ごはんごはん、どうも、ましろチャンネルです。車椅子ソフトボールチーム八王子レクスタイティガシロです。はい、お願いします。前回、日高ボーイズさんの旧グランドと新グランドをご紹介いたしましたが、今回は旧グランドにて選手たちがバッティング練習をしているので、そちらを紹介したいと思います。そして日高ボーイズさんは新グランドの設備資金をクラウドファンディングにて皆様にご協力いただいております。詳細は動画概要欄にリンクを貼らせていただいております。皆様の温かいご支援よろしくお願いいたします。それでは本編をご覧ください。どうぞ。打っている選手を見ていると、まずは素手で打ってます。そしてバットは木製もしくは竹で打っております。これはチームのルールとして、バッティング練習中は基本的に素手で打つ、そしてバットは木製か竹となっているそうです。キャメラはキャメラ、田中敦樹です。はい。渡辺葵です。はい。じゃあちょっと二人に聞いていいですか。はい、じゃあ一つ気になるのは、なんか目標にしているプロ野球選手とかいますか。僕は外崎選手です。外崎選手。外崎選手どういうところに。バッティングです。バッティング。どういうバッティングを意識して、まあ今トスバッティングやってると思うんですけど、どういうバッティングを意識して今やってますか。ネットの少し上を狙って速いライナーの打球を。なるほど、ありがとうございます。じゃあ僕は源田選手。源田選手、はい、源田選手どういうところがいいですか。もうプレーが全部軽やかで守備が好きです。守備が好き、はい、じゃあバッティングはどういうところを意識して今打ってますか。バッティングは、さっきちょっとアッパー気味になってるって言われたんで、なるべくレベルスイングで、おネットの自分のベルトよりもちょっと高いところらへん狙って打ってます。はい、わかりました。ありがとうございます。おかげです。はい。鳴沢です。鳴沢君。はい。じゃあちょっと2人に今順番で聞いていくんですけど、なんか目標にしてるプロ野球選手とかはいますか。源田選手。源田選手。はい。すごいな、今日ここ皆さん源田選手がすごいいるんですけど、源田選手のどういうところが。守備範囲の広さを取ってからの速さが自分目標にしてます。おバッティングはまず山田哲人。おう、山田哲人選手のどういうところ。長打も打てるし短打も打てる。ああ、なるほど、いろんなオールラウンダーのバッターですね。はい、ありがとうございます。じゃあ憧れのプロ野球選手とかいますか。岡本和真選手。岡本選手、はい、岡本選手のどういうところ。バッティング長打も打てるし、はい、も打てるし、守備も
回取れば俺は取ったり。おお、なるほど。じゃあ今なんかバッティングで意識してることはありますか？素早くコンパクトに振ることを意識してます。おお、なるほど、わかりました。ありがとうございます。公式の方がいいですか？小学校から、だからリトルは小3からなんで、はい、それまではまあ公式じゃなかったけど小3から公式。でも結構公式は長いですよね。長いですね、うん、いいですね。じゃあ引き続き練習してください。足が開いちゃう。ヤカボーイズ最高。おありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。優秀な選手ばかりで、平日も火曜日と木曜日、夜ナイターでですね、20時まで練習してますので。ああ、グラウンドが変わるという話を伺っているんですけど、はい、今ここが旧グラウンドです。来年の4月から新グラウンド移動すると移転すると。こちらのグラウンドが都合でちょっとなくなってしまうということで、非常に思い入れのあるグラウンドがなくなってしまうのはすごく寂しいんですけども、また新しいグラウンドになりまして、今一生懸命父母の方で整備の方をさせていただいております。ただですね、なかなか整備が行き届かないところもありまして、ネットがですね、ちょっとまだ完成してないんですね。でネットがないとやっぱりどうしてもボールが飛んでいってしまってなくなってしまったりですね、いろいろ不都合がありまして、なかなかですね、資金もなかなかないところで、ありますので、今クラウドファンディングということで皆さんにご協力をいただいております。ネットを張るにはですね、やっぱりかなり の資金が必要でございまして、皆さんにご協力をいただきまして、より安全なですねネットを張らせていただきたいと思います。やっぱりこうワンバウンドで低いネットを越えてしまってなくなってしまって、こう探しに行ってる選手とかがおりましたので、本当に必要なものだなと思いましたので、はい、ぜひとも今動画を見てる方々、ぜひともご協力の方を、お願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。そして日高ボーイズさんは選手募集してると、はい、どういう選手を、が入ってほしいと思います。もうとにかく野球が大好きな男の子女の子問いませんので、どうぞ日高ボーイズへお越しください。はい、地元の子はもちろんなんですけども、結構遠方からもですね、この日高の地にですね野球をしに来てくれる選手もたくさんおります。ぜひ足を運んでいただいて、まずは体験の方からですねしていただければありがたいなと思っております。ぜひお待ちしております。というわけで本日日高ボーイズさん、取材させていただきました。クラウドファンディングやその他ホームページなどは動画の概要欄に載っておきますので、チェックの方よろしくお願いします。というわけで本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で、現代モデル軟式内野手用をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第、抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして、翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があれば、ぜひともコメントをよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。
翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた決め球で。